シャッで、モス、ノ田ア中でーサーす。の今回こは旅とになの。入ってきてしまいました。はい、事故ですね。いやー、事故だわ、これは。いかんでしょう。タービンですよ。久々ですね。タービンかー。おい。おい。おい、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 チートビアじゃねえか。危ねえな、おい。待て、待て、待て、待て。危ない、危ない、危ない。何にもポイント取ってなかったから大丈夫だよね。危な、ハック部屋じゃん。怖いっすね。あれか、ハック部屋。ああ、怖。フリホ行こう。とか言って。フリホ行ってもやることは、まあ、あるっちゃあるけどな。危ねえ。なんだあのハック部屋。あれで1キルしてたらなんかポイントおかしくなるって、どうせそういうやつでしょう。まあ、ぶっちゃけ僕、1キルまでだったら、多分、それで、なんか90万ポイントとか入ったら、やばいことになると思うんですけど、多分、何万ポイント的なやつだったら、統計、ああ、おかしいおかしい。おかしいおかしい。ああ、おかしいおかしい。やばいね、これは。ちょっと客観的に見させてもらいましょうかね、僕は。僕入ってするのは、ちょっとリスクが高すぎるんで。見た感じでもなんか、こう、移動速度が明らかに、早いのかなというところがね、見受けられるんですよ。だから一人がどうのこうの無双してるわけではなくて、みんなが公平になってんのかな。例えば、どこからも撃たれてないのに、こう、いきなり死んだりとかではなくて、やたら動くのが早かったりとか、そういう感じなのかな、こりゃ。見る限りそうですね。これは傍観者になるしかないですよ。いやー、ねえ、困りますね、これは。おお、相手もなんかでも、これすげえな、移動速度すごすぎ。わお。まあ、これはカオスですね。いや、いろいろカオスですね。チートですか、これは。いや、手違いでね、タービンに入ってっていうところまでは良かったんですけどね。こんなところに、いやー、これはいかんですね。はい。他のちょっと部屋見てみますね。はい、こちら、レイドのところに入ってきましたけれども、またここもおかしくなってんのかな。全体的におかしいみたいだね。これ移動速度がほらこんなになってるもん。ひどいな。多分これはあれですね。どこのホストがどうのこうのじゃないですね。これはゲーム全体にやってる感じのチートですね。チートというかね。ほら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 、この人抜けてきちゃってビー。おお、すごいすごい、これ。何これ、みんななんかこう、わらわら、あー、戦ってる戦ってる。やばいなー、でもこれ。燃えないんじゃないの、ヘルストーム。全然避けられるでしょ、ヘルストームは。これだと。移動速度がかなり上がるようなチートみたいですね。いや、これは困ったな。いやー、ちょっと前まで5時ぐらいまではね、普通にね、プレイできてたんですけどね、今6時ぐらいになって、こういう風なチートになってますね。でもってなんか僕のエンブレムパクられてんだよなー。こりゃひどいですね。というわけで今回はちょっと一時じゃあ、ひなあー、じゃあどうしようかな。ちょっとドミネーションだけじゃなくて他のルールも一旦行ってみますかね。そうですね、サーチもこのように汚染されてますね。多分、ほぼ全部のルールかな。移動速度が上がっている状態ですかね。取得経験値やそういう、なんかああいうスコアボードは特におかしくはないんですけれども、
そうですね、このようになっております。皆さんもちょっとこうなったら何が起こるか僕はよく分かってないんで、今のところ視覚的にはこういうふうに、そうですね、移動する速度がまあとんでもなく速くなっているということが判明しました。というわけで今回はチート、ちょっとしたチート動画ですね。はい、皆さんも気をつけてくださいね。それでは次回もかかってこーい。切りのいいところで終わります。 Good job. Get ready for the next round.